豊川市側、県営都市公園東三河ふるさと公園へのアクセス道路となっている。蒲氷市側、秋葉神社の境内に残る県道改修記念碑。かつては、記念碑の前の道路が県道であったが、現在は県道の認定を外れている。愛知県道368号豊川、蒲氷線は、愛知県豊川市五遊町から、 愛知県蒲郡市蒲郡町に至る一般県道である。この道路は途中、豊川市内の一部区間が未整備で、豊川市中心部から蒲郡市にこの道で自動車を使用して通り抜けることはできない。未整備区間にも道はあるが、特に小湯町側は人が何とか歩ける程度のごく細い未舗装の急な坂道である。ただし道路管理者が標識により、 通行止めとしている。起点の豊川市合油町は住宅地となっており、多くの家が立ち並んでいる。坂道を上がっていくと、県営都市公園の東三河ふるさと公園が見えて、くる。この道路は、東三河ふるさと公園へのアクセス道路にもなっている。ふるさと公園を過ぎると、すぐに通行止めとなる。ここから山を越えた三戸町、今野地区までは、 未完成で整備工事は長い間行われていない。灰の坂と呼ばれるこの区間には、今野川に旧灰の集落の神社や寺があり、軽自動車なら峠付近まで通行可能だが、地元住民が稀に通行する程度である。水戸町の今野地区ではため当たり町から通じて実質的に一本化している愛知県道七十三号、今野とよ線と合流する。 山の中の道を走り、国坂峠を越える。ここには、五井山への登山口があり、頂上まで車で行くことができる。ここから、蒲郡市に入り、坂道を下ってしばらく走ると、大畑や民家が見えてくる。国道247号と交差した後、豊岡町内で右に折れで民家や商店が並ぶ道を西へ走り、東海道新幹線を斜めにくぐると、 釜マ市の市街地に入って、国道473号が南北に走る堀米交差点に到着する。ここから先は、市道となるが、釜マ市街地の北方を直進のみで、愛知県道323号、三号芦屋マゴ先行点に達することができる。この間に未完成区間あり、ありがとうございます。